シカゴウォータータワーは、アメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴにある歴史的建造物。シカゴダウンタウン北のニアノース地域、マグニフィセントマイル内に位置する。ケンタッキー州、ルイビルのルイビルウォータータワーに次いで、全米で2番目に古い給水塔である。建物の一部にはギャラリーが、またミシガンアベニューを挟んで向かいにある、ポンプ局の建物には公式観光案内所などが、 それぞれ入っている。1869年、建築家、ウィリアム・ボーイントンにより完成。入りの一周、レモンと山を丘した、石灰岩を用い、47メートルの高さがある。内部は貯水用の縦管で、消火用のほか縦管内の水圧を調節することで、周辺地域の洪水をコントロールできたとされる。 1871年のシカゴ大火で焼けなかったことで、ウォータータワーは有名となり、オールドシカゴ及びシカゴ市の復興のシンボルとなる。なお、シカゴ大火で焼け残った唯一の建築物と誤解されることがあるが、ウォータータワー以外にも焼けなかった建物もあった。正しくは、シカゴ大火で焼け残った唯一の公共建築物であり、また、 シカゴ大火で焼け残った唯一の現存する建築物でもある。ウォータータワーは例外なく称賛されてきたわけではなく、例えばアイルランドの作家オスカー・ワイルドは一面に故障入れをくっつけた巨大な城塞のようだと酷評した。1918年のバインストリート拡張の際、ウォータータワーが目を引く場所になるように計画が修正された。 1936年に米国ハンバーガーチェーンのホワイトキャッスルがミネソタ州ミネアポリスに建てた8号店の店舗はウォータータワーのデザインを真似たとされる。1969年全米ウォーターランドマークに選定。1975年4月23日アメリカ合衆国国家歴史登録材に選定。2004年テレビ番組。 ザ・アメージングレース g 6のフィナーレが撮影された。ありがとうございます。